ビデオが、はい、ビデオというかもうライブ映像が、はい、あれ6月のイギリスのロンドンワンマンだな、あれはね、はい、コードンパフュームの中でやった、はい、ね、ラブクラウドの、あの映像ががっつり出ていて、びっくりした。あれはマジで痺れるね。うっそ。いや、生でも見てたし、僕は。そうだよね。そう。日本から配信。そうです。配信チケット、夜中、だから朝5時、4時半。4時スタート。4時スタート。さあね、うん。で、新曲なんてやるって分かってなかった。突然やったでしょ、この曲をさ。そう、どこにも言わずに急にやった。さあね。うん。で、結構準備も大変だったみたいなこと、確か、あーちゃんがインスタかなんかで言ってたんだっけかな。うん、そう。そうよね。もう急に、うん、急にできたから。急にもうやんなきゃいけない流れになっちゃって。ああ。で、作ってって言ったのこっちだから、やるからって中田さんに言っちゃった手前、もう絶対やんなきゃいけなかったね。だから振り付けも、あんなカツカツでやったの初めてで、6日前とかだっけ。あ、もう焦ったね。うん。出国するほんと数日前にできて、みたいな。でも、もうずーっと夢にも出てきて。曲とか。もう永遠にラブクラウド練習して。他の曲もあるし、その、1週間前にはスペイン出てたんだっけ。そう、フェス出て。そうだよね。うんうん。で、並行でやる中。そう、だから中身が全然違うけん。あ、ラブクラウドはフェスではやらんけんね。はい。やけも。そうだね。うん。のっちゃどうだったの、ラブクラウドを。うん、まあ、初披露した映像が今日の20時にバビームの公式 YouTube チャンネルで配信されてるわけだけど、うん、あの時、あの近辺の気持ち、はい、ああ、うん、久々の海外のフェス、はい、だったし、ロンドンに行ったのも9年ぶり、うん、だったので、うん、なんかその、久々に海外のファンの方に会える高揚感と、こう、時差との戦いと、はい、あとはそのさっき言ってくださったプリマベーラと、うん、その自分たちのワンマンの、はい、あのちょっとした立ち位置の違い、細かくあるの、ね、両方、そう、両方の公演エッジをやったんですけど、はい、そのエッジの、うん、あの本当に 0.5 の違いとかをもう必死に頭の中でパズルした思い出です、はい、だからなんか緊張感とかももしかしたらね、うん、そこまで俺はその、あの、6日前とか、数字分かってないから見てるこっちとしてはね、うんうん。なんだけど、その情報を知った上で今日の20時公開のやつ見たら、どこかやっぱね、知った上からかもしんないけど、その緊張感とか、っていうのも伝わってきがし、きた、きてき、あ、きっけってしゃん。そう。しゃん、だが、幹事長。幹事長僕、富山いいんです。富山幹事長ではないです。はい、ああ、じゃないの。だけどなんかね、いや、あの初めて見た時の興奮とかがもうすごくて、で改めて音源になって発売されているし配信でも聞くことできるし、うん、それを聞いてもちゃんとヘッドホンとかイヤホンして聞くと、うん、例えばベースの音とか、うん、ドラムのリズムの音とかもめちゃくちゃかっこいいんだな、ブリブリ言ってる人がね、そう、聞くか、聞こうさ、こうポちゃんから入るやつ行くか、ロンドンのライブとまたバージョン違うの、ね、あ、そうなの？アレンジし直してた、中田さん。神だね、やっぱりない。神だね。妥協しないよ。続けるよ。もう、どんどんアップデート。本当はね。ああ、はい。行こう。ちょっとじゃあ、あ、来た！
って振り返って、うん、手首こうやってやって、こせこせしてこせこせして、1番終わって2番入る前かなんかに柏香が真ん中いて、はい、あーちゃんとノッチに対して指クイクイってやってね、はい、人差し指だなあれね、あと2人呼ぶやつ、あれ最後あれいい、おかわりいいじゃん、えっ、気に入ってる、気に入ってる、気に入ってない、気に入ってんのかもしれない一番刺さってるかもしれない来週以降とかどっかでやってる可能性あるかもしれない、こっそりいいってやってるかもしれない気に入っちゃったよ、これで2番ラストか、最後あーちゃんが多分真ん中入って、うん、でまた指クイクイやるよね、きっとね、やってなかった、指じゃない、2人をね背中こう手、あの前に上がる時にね、そうやって一緒に前行こうってやって、であそこが歓声わーって上がるんだよね、多分だからなんか俺もやっぱ見ててそういう気持ちになった、なんかあーちゃんがやっぱ大好きな2人とか、うん、パフューム3人でここまでやってきてて楽しいのを見てくれてますよねって言ってくれてるようなすごく気がして、 あそこいいなって思う、嬉しい、あそこ楽しい、うん、本当に楽しい、いいね、ね、鹿児島県の25歳の女性の方、ラジオネームハリバリ大好き、あれハリバリパーティー、いい、ハリバリもいいよねすぐ歌う、めちゃくちゃいいよねいいです、好き、こんばんは、こんばんは、パビウム研究員が来るとのことで楽しみにしてました、ありがとうございます、嬉しい、そして先ほど大好きなラブクラウドの動画がアップされて本当に嬉しいです、嬉しい、初披露の時から早くもう一度見たくてうずうずしてました、うん、ぜひ日本のフェスやライブでも披露してほしいです、あ、最近だってサマーソニックソニックマニアとか出てるけど、うん、そこではやってはないんだけど、夏フェスでやってないんです、そうか、そう、中田さんからちょっとね、お許しが出なくて、どういうだ、今回このシングルに入ってよかったよ、ほう、本当にもう入らないくなるかもしれないかったから、うん、あ、そうなん、ロンドンの後にやっぱりもうちょっと変えたいみたいな気持ちだから、ラブクラウドってそう、だフェスでも全部やるつもりだったんだけど、ね、ちょっとできなくなっちゃったねって、だからムーンを歌い続けました、そうだよ、各種フェスではね、うん、セットリスト見たり、灼熱の中ムーンやってましたでもあでもお前ねダンスよりいいでしょ、まあ、フォーエバー BPM もねもうちょっとゆっくりだしムーンの方がね、フォーエバーダンスダンス月みたいにの方がいいでしょ